西恩寺光一、西恩寺光一、西恩寺金和図、明治39年、1906年11月1日、平成5年、1993年4月22日は、日本の家族、政治家、実業家、参議院議員、外務省職宅職員、太平洋問題調査会理事などを歴任した、ゾルゲ事件に連座して、公爵化廃着となった。 明治三十九年、年1 9百6年十一月一日、公爵西音寺家の着難として、神奈川県に誕生した。祖父は西音寺金持、父は金持の養子、西音寺八郎、実父は旧長州藩主で、公爵毛利玄徳で、母は金持の娘、新子である。学習院初等科を経て、1924年に、 東京高等師範学校付属中学校、現、筑波大学付属中学校、高等学校を卒業。付属中の同級生には、シュムタナツオ、東大名誉教授、春山康夫、元サッカー日本代表などがいた。その後、イギリスのオックスフォード大学へ留学。ここで、マルクス主義の洗礼を受ける。昭和5年、1930年に、オックスフォード大学を卒業した。 1931年に日本へ帰国。父八郎からコネで苦内省入りを勧められたが、マルクス主義者であるとして、ガンとして拒絶。東京帝国大学大学院に在学中、外務省の試験を受けたが、成績不良で不合格取る。結果詳細を知らされなかったにもかかわらず、英語は素晴らしくよくできたが、日本式の答案にはまるで、不慣れと弁明したが、これを真に受けた。 この絵ミマロは、せっかく来てくれるというのに、なんてもったいないことをするんだろうと嘆いた。その後、この絵のコネを使い外務省償嘱託職員を務めていたが、有資格者ではなかったために、重要な案件に関係できなかったことを不服に思い、辞職し、1936年には、グラフ雑誌、グラフィックの社長に任。同年7月、カリフォルニアの寄せ見テで、 太平洋問題調査会の第六回大会が開かれることとなり、オックスフォード時代の顔見知りで内閣書記官を務めていた牛場智彦の誘いにより日本代表団の初期して渡米へ。この時、牛場から引き合わされて高一と同じ選出に入ったのが牛場の第一高等学校時代の同級生でゾルゲ事件で同じく逮捕され有罪となった尾崎秀美だった。なお、 尾崎とは、キロも同質になった。なおこの頃中国の秘密結社についても研究しており、また、中華民国における共産主義運動に関心を持っていた。このため、後にゾルゲ事件に連座して、逮捕、有罪となった際にも、中国共産党員との交渉ルート確保のために、執行猶予で保釈された可能性があるという意見も、ある。 1937年に、この絵踏み丸内閣が成立すると、この絵のブレーン、浅召会の一員として、尾崎らと共に、軍部の対等に反対し、対英米和平外交を軸に、政治活動を展開した。また日中戦争下で、王朝名工作にも参画、自立した新政権の樹立を目指したが、結果としては、軍部の意向が強く反映された政権となった。 昭和15年、1940年9月には、再度外務省食卓職員となり、対米戦争回避のための工作を行った。この時期、松岡洋介外相に同行して、ヨーロッパを訪問、ヨシフ・スターリンや、アドルフ・ヒトラー、ベニート・ムッソリーニとも会っている。昭和16年、1941年7月には、内閣食卓に、この上首相より、 日米交渉について、陸海軍の意見調整を図るという任務が与えられたが、その裏では、ソ連のスパイのリヒャルト・ゾルゲの手下であ、尾崎に協力し、様々な情報をソ連に流していた。なお同年には、新橋の芸者や、川立中の芸事だった雪へと結婚している。同年10月に、風見明が主催する、昼食会の席上で、尾崎の逮捕を知る。 ゾルゲ事件、尾崎とは共に、この内閣のブレーンとして様々な情報交換を行っていたことから逮捕された。その後裁判で、禁庫1年6月、執行猶予2年の有罪判決を受けた。このため着難としての爵位継承権を剥奪され、1946年に父、八郎が死去した後の家督を弟の藤南に譲ると共に、 サイオン事家の相続権を放棄することとなった。大東は戦争後に日本がソ連を含む連合国軍の占領下にあった中で執行猶予が解けた。その後は実家の資産を投じてグラフィック氏の仲間と共に世界画報を創刊また、新設プロ野球球団であるセネタース、現在の北海道日本ハムファイターズのオーナーを短期間務めるなど、 相続権こそ失ったものの、潤沢な実家の資産をばらまきながら自由な生活を受けした。1947年には、第1回参議院議員通常選挙に無所属で出馬して当選。しかし肝臓自スとまに侵されていた光一は参院で、欠席の記録を作り、議員としては見るべき活動ができず、2回目の参院選には落選。昭和29年、 1954年には、京都市長選挙に出馬して落選する。1955年には、冷戦下で、ソ連や東ドイツ、ポーランドなどの東側諸国、社会主義国政府の主導で設立された、世界平和評議会に、日本共産党系の日本平和委員会から、日本代表として送られ、そのままオーストリアのウィーンの評議会の執行部に、初期の身分で、 単身滞在し3年間を過ごす。この間、1957年に世界平和評議会の大会を正論で開くことになって中華人民共和国に相談に立ち寄った際、同国から人民交流の日本側の窓口となる人物の推薦を頼まれたことがきっかけ同国の民間大使となる。日本に帰国してから間もなく、 家族を連れて中華人民共和国へ移住し、中国共産党から日中文化交流協会上無理事やアジア太平洋地域平和連絡委員会副秘書長、肩書と500元、毛沢東の月給は600元と大臣クラスの給与を与えられることになり、同政府の意向を受けて北京にて国交成立前の日中間の民間外交を行った。昭和33年。 1958年には日本共産党に入党するも、後に日中共産党が不和となった結果、文化大革命初期の昭和42年、1967年2月に北京滞在中に日本人の勤労人民としての生活経験を、もうず、中華人民共和国においても、社会主義の政府によって与えられている特権的な生活に慣れて、 特定の外国勢力に盲従して、分裂と破壊活動に共存するようになった赤旗宗を持つ著名処分となる。なお、北京空港事件の現場にも居合わせた。文化大革命による混乱の中で、その反革命的な出自と、劉少奇元国家主席らの実権派と親しいとされた立場について強い非難を受け、身に危険が及ぶ可能性も高くなったことから、 1970年8月に隠し方書きと給与を捨てて日本へ帰国。事実上の追放であった。以後国内で言論活動を行い、かつて自らの給料を出して保護してくれた中国共産党や毛沢党、厚生党を称賛。また、自らが文化大革命の中で中華人民共和国を事実上追放されたにもかかわらず文大革命を来賛し、 さらにかつては、日中国交正常化に向けて親しく意見交換をしていた、劉少期を強く批判する言動を続けたため、保守派だけでなく、左派の言論人たちからさえ、大きな疑念と批判を受けた。さらに、文化大革命中より、その中国共産党におもねった言動に対して、他方面から批判を浴びていたが、1970年代、中盤に、 文化大革命が終結しその実情が暴かれたことで、西恩寺の主張が完全に的外れなものであることが証明された。さらにその後、中華人民共和国内で文化大革命に対する批判がされた後は、完全に言論人としての立場を失った、口日、かつての文化大革命来産者は、その後宗教団体やカルト的団体に接近するものが少なくなかったが、 西イ寺も晩年は、失息とともに、創価学会寄りの姿勢を見せるようになる。入信こそしなかったものの、外部の理解者として、影響力を誇示しようとしていたようである。一方の創価学会にとっても、元ソ連のスパイであったものの、元公爵家系視で追放後も中華人民共和国と、近いとされた西イ寺は組織の、権威づけには重宝な人物であった。 1993年4月22日に、老衰のため86歳にて死去。戦後は、中国共産党から給料をもらう身となったが、この頃の高一については、中国の忠実な代弁者、昔、ハイハイを直訳して、高忠実動音共再生装置と言ったが、役柄としては、そのハイハイであるとも、また、北京のキラウエノノスケとも評されている。 日中間に国交がなかった当時、イギリスの植民地である香港経由で中国共産党政府を訪れた日本人、まず北京の西温寺邸を訪れた。その時、新中国でいかに振る舞うべきか粗相のない様子さを与えるのが孔一の役目だったからというのである。さらに孔一は文化大革命開始当初にいち早くこれを支持し、毛沢東、厚生夫妻や後に失脚する。 林やなどを来賛し、また文化大革命の意義、意味を疑問視する、保守派政治家や、言論人、中華民国関係者を非難する言動を、繰り返していた。その上に、西恩寺の言動は中華人民共和国内で、文革の宣伝、先導にも用いれた。しかし次第に自らもその羊と立場を攻撃される、こととなり、1970年に、 日本に半ば追放される形で逃げ帰ることとなった。帰国後も文革による混乱の中にある中国共産党を一貫して援護、または称賛する姿勢を見せていたが、昭和51年、1976年のもう、各党の死後に文革が集結し、過国法によって、後世ほか4人組が逮捕されと、西恩寺はその態度を一変させた。昭和56年、 1981年、高生らに死刑判決が下ると早速これを指示し、かつては絶賛していた高生を非難するに至った。このように言論人として主張が変説したことについて、ウハサハを問わず大きな批判を受けている。妻の西恩寺幸恵は、新橋の芸者や川立中の芸儀だった時、牛場智彦を介して高一と知り合い。 二年間の年季を務め上げお礼奉公を済ませた後で、高一と赤市町で結婚、当初は事実婚した141年。二人の間には、長男、カズテル、フリージャーナリストと、次男、アキラヒロシ、ユキエ勤務の二子が誕生した。なお、1958年、北京移住の直前に、戸籍上も入籍している。ユキエにも中国関係の著作がある。 また、外交官の武者の工事公共は、父方のおばの夫、政治学者の武者の工事金比では、義理の重定に当たる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。